ゆうです。今日はなんと初めての全身脱毛に来ました。人生で初めての全身脱毛に来たんですけど、ここは恵比寿にあるフルーアさんです。で言うとめっちゃさ PR 案件っぽく見えるんだけど、全然案件じゃないですこれ。私東京でキラエンジェルっていう事務所と所属っていうよりは業務提携をさせてもらってるんですけど、そこの代表の方のお店をご紹介いただいたので、今回はせっかく初めてのね全身脱毛だからちょっと動画回したいなと思って回してみます。結構ね車椅子ユーザーさんは美容サロン脱毛とか、なんかどういったところ行けるかどうかとか不安っていう人もいるし、そもそも全身脱毛とか痛くないですかとか、私がどういうところを脱毛してるのかとかも気になるっていうコメントがあったので、今回そういうところもねもろもろ撮影できたなと思います。全然なんかこうバリアフリーって歌ってるお店じゃないんですけど、実際こういうお店行った時に私がどんな感じで施術できるのかっていうのもお見せできたなと思います。ハイスピード無痛脱毛、簡単に痛くなるのかっていうところもご紹介できたらなと思います。ちょっとね実際私もここ初めてなんで体験してみようと思います。それでは行きましょう。このビル自体は今日本とこ男性ないですね。4階。全身脱毛始めちゃうんでね、いつもはなんか部分脱毛で、私背中とか食費してるし足もないから全身の方が男なのかみたいなとこがあって、だからいつも部分脱毛にしてたの。おー綺麗。さあこんにちは、初めまして。ちょっとお願いしますね。わすごい。まずは問診票を書いていきます。事故は病気じゃないですよね。そうですね。病気の病気ありますかって言うけど、ないですね。ありがとうございます。エステティックサロンで、はい、医療脱毛とか入るんですか？ご経験がありましたらそちらも書いていただいてますし、あとはエステティックで言うと脱毛以外で、例えばフェイシャルだったりとか、ボディマッサージ、そういったご経験があれば教えていただきたいです。本日よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ可愛いすごい素敵です。脱毛の経験はあるんですけど、とはいえなんか全身脱毛とかあんまりしたことがなくて。そうなんですね。気になるところってか、本当なんか脱毛したいなってところもいろいろあったので、であと医療脱毛しか経験がなくて。そうでしたか。エステ脱毛ってどんな感じなのかなと思ってご紹介の関係でありがとうございます、体験できたらなと思ってきました。この後このままカウンセリングの動画が25分もあったので短縮して話すと、医療脱毛で感じた効果の具合とか実際脱毛したことのある部分を話していて、私はこれまでに腕3回、VIO を10回、脇12回を医療脱毛していて、腕はもともと毛が薄いけどまだ生えてくるし、 VIO はまばらではあるけどまだ全然生えてきていて、脇は少しだけまだ生えてくるかなって感じで話してました。そして一番気になっていたアトピーについても聞いてみました。今もまだ出られますか？そうですね、アトピーとか、あと例えば肌荒れはやっぱりしやすくて、肌荒れしやすい、はい、そのアトピーとか肌荒れしてる部分、はい、今までその医療脱毛の時に黒い場所に反応して脱毛していくみたいな機械が当たるみたいな感じだったので、どうしてもアトピーで描いてしまって色相沈着みたいになってるところがなんかしづらかったんですよね。なんかできるのかなみたいな。 OK いただけます。すごい。本当ですか？本当に私なんかそれが一番気になってて、アトピーの場所にやっぱ毛はでもあるじゃないですか。そうなんですよね。当てれるのかなとか、はいなね、荒れちゃうかなとか、はい、自信持ってお話します。まずお肌に関して、じゃあの美肌効果もございますので、お肌まずどんどん綺麗になります。よほどぐちゅぐちゅしてる状態の時は収まってからをおすすめしてるんですけれども、少しの乾燥、少しの湿疹は逆に収まったりとか良くなったりとかっていう方も中にはいるくらいです。これをお約束することはもちろんできないんですけれども、通ってくださってる間にだん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 、収まってきてるんですよ。仕上がりもスベスベなお肌になりますので、楽しみにしていきたいです。はい、医療だったりエステの中でもやっぱり種類がいろいろとございます。以前お受けいただいた医療のやり方ですね。あとエステでいうとフラッシュというものがありまして、ここは光の種類違うんですけども、効果の出し方は同じです。毛が濃ければ濃いほどお痛みが伴います。痛みは伴うんですけれども、濃い毛は減りが早いです。ただ、これかなりの高温です。お肌にはちょっとトラブルになりやすいものにはなります。なん
か私、はい、以前その家を受けた時に、はい、脇とか、はい、親用は荒れたって感じはしなかったんですよ、はい、でも逆に腕は、はい、まあ、その産毛みたいなのをなくしたいと思ってやったら多分荒れちゃったのかな。なんかほんと痒くて、はい、ちょっとジンマシンみたいなの出ちゃったんですよ、はい、赤いお肌がすごくデリケートだったり、はい、弱い方ですとそういう症状だったりっていうのが出ることもやっぱりありますね。なるほど。あとですね、もう一個のデメリットとしては細い毛だったりっていうのが残りやすいんです。最近ちょっと出てきてるのはこの SHR と言われるピピピピピピピッとこう連射ができるタイプが主にこれなんですけれども、以前医療をつけられた時ってパチン、いやなんかピピピピピピって気がします。なんか部分分けみたいなのされてて、そうなんですね、なんかその VRO でもパチンパチンみたいな感じのと、はい、もうちょっとなんかパーっていくとこと、なんか分けられてますね。今ちょっと出てるのがまず肛門じゃなくなりました。これは毛をこの種を作らなくさせたり毛を成長させなくさせたり、はい、なので欲望ですね。で今度はこっちは各地で太い毛には回数がかかってしまうっていう、お互い相反する感じのマシンだったんですけれども、はい、そこで出ました、はい、うちのマシンはですね、はい、あのこの IPL と SHR 両方のハイブリッドになります。両方同時照射です。濃い毛もあの薄い毛も選ばずあのアプローチできますので、脱毛効果を実感するまでがすごく早いです。なるほど。同時にできるってことは、はい、1個の機械でどっちも反応するってことですもんね。え、すごい。すごいですか。本当に。すごい。めちゃめちゃ楽しみです。はい、あともう1個あるんですよ。もう1個最初の方でお伝えした、ね、美肌効果というところなんですけれども、はい、フォトフェイシャルっていう、光を当てて施術を行うんですけれども、光を当てることによってコラーゲンの生成を促してくれるんですね。なので張り弾力が出てくる光の施術です。そのフォトフェイシャルと同じ光が同時に頭が届けます。脱毛の光とまた違う光が同時に出てるってことですか。同時に浴びれます、ね。脱毛しながらお肌が綺麗になります。やばいじゃないですか。もう痛みもないどころじゃないですよ。肌がどんどん綺麗になっていく。全身の中でその美肌効果が一番感じられるのどこだと思いますか。正解です。逆に一番嬉しくないですか。嬉しいです。一番見えますもんね。一番綺麗にしたいところですね。お体あの大根だったりとかあのレコルテだったりそういったところももちろん綺麗になるんですけども、お肌結構すぐ実感して、今日実感していただけると思うので、本当に楽しみにしていただきたいです、だってでも顔なんて年中じゃないですか。マスクするからこそやっぱりね、こう荒れちゃいますね。そうなんですよね、はい、楽しみにしてください。実際に大体なんか皆さん本当になくなるんですかみたいな、全身脱毛して本当になくなるんですかって気になるところだと思うんですけど、はい、どれくらいやったら実感できるのかなって。早い方は 1,2 回ですが、遅くても 5,6 回受けていただくと、ほとんどの方はお、減ったな、遅くなってきたなっていう感覚が得ていただけます。回数に関しては正直お客様の元々の毛量だったりとか、あとはどこを目指すかですね。シェーディングの回数が減ればいいかななのか、もう一本も許さないツルツルお肌なのかどこでも変わってはくるんですけども、やはり何にもやってない状態でまあまあの毛量があってツルツルを目指したいなっていう方は、やはり24回から30回おすすめしています。なるほど。他で受けてらしてて大体いい感じなのをちょっと減らしたいんだよなっていう方が、やはり12回10回目安として、はい、はい、そうですね。なるほど、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いよいよ、はい、このハイブリッドマシンで楽しみです。はい、おう、全然自分で着替えれるんで、はい、全部脱いちゃって大丈夫ですか。あ、わかりました。着替えます。お願いします。お願いします。あ、はい、全然大丈夫です。はい、腕からいくそうです。こちらです、はい、腕と脇一緒にやっても大丈夫。はい、大丈夫です。まず出ていきます。はい、すごい撮影しながらするの恥ずかしいです。どんどん大丈夫です。はい、大丈夫です。あったかい。そしてね、脇が弱いです。
痛くない全然痛くない全然痛くないこんな感じ全然痛くないです痛いよりくすぐる痛いですちょっと曲げます本当に痛くない次はピンクなはい、ね、むしろなんかあったかいから気持ちいい感じがするくすぐったくないくすぐったいね痛かったらこんな笑えないからね本当痛くないけどくすぐったこんな感じですでちょっと余分なジェルを取って、はい、残りはあのジェルに保湿成分入ってるので馴染ませます、はい、くすぐったいかもしれないこんなお客さんいますたまにたまにこれで保湿まで完了です、あっという間反対の腕も同じようにやっていきますこの表面とかは後でやるんです表面後でやりますその時うつ伏せでやるんですあなるほど顔からってことですかはい次はお顔をやっていきます3本巻いて大丈夫はい大丈夫です本当はメイク落とした方がいいらしいんだけど今回ね撮影なのでメイクしたまんましてます恥ずかしいさっきと同じように光を当てる部分にジェルを塗っていきます首から当てます、はい、首どうですか全然大丈夫ですまずは首から顎下までやってもらって次にもみ上げそして頬をやっていきますここなんて言うんだろうここもやりますちょっと眩しくなります眉間いきます鼻筋いきます小鼻いきますそしたら再びジェルを拭き取ってまたね顔になじませていきますあ、はいこの部毛全部剃っちゃって大丈夫ですか全然わかんないです自分がどこに部毛があるかもあんまり見たことないというか例えば、はい、髪の毛があったら置いた時に、はい、落ちてくる髪の毛そうそうそうここ基本的にいらないところああ、なるほどお願いしますこう襟足っていうのかなうなじっていうのかなこの部分さ自分で見ることないし剃るのもね初めてですそしたらねまたあったかいジェルをのせて光を細かく当てていきますジェルをね取ってみるとこんな感じで綺麗になってましたすごいよねそしたら次にさっき腕のね表の方やってなかったと思うんだけどそこをねやっていきますに指1本ずつやっていって手の甲を手首腕とねだんだん上がっていきますから普通に寝れちゃうよそしてね背中の毛も初めて剃ったんだけどやばいねこれ産毛だけでこんなにあるんだよほんとやばいちょっと髪くすぐったいということで、この後は VIO と胸周りとウエストあたりなので、ここからは撮影 NG で進めます。後ほど。カメラマンさんには退出してもらって固定カメラに切り替えました。少ないですね。なんか O はもともと少なくて。少ない。はい。VIO の O はお尻の穴の周りです。はい。
全部で大丈夫です。え、めっちゃ揃う綺麗ですね。いや、一応昨日の夜そうですね。なんか医療やってる時も、うん、一応前日の夜にするってなっちゃったんで、うん、ありがとうございます。次は VIO のアイライン、一番ね、粘膜の近いとこやります。そうですね、全然痛くない。全然痛くない。ちなみに今 VIO の V の部分をやってます。 VIO が終わったのでお腹、バストとデコルテをやっていきます。バストの部分行ったらお姉さんから恥ずかしいこと言われて、すごいテクタップに進んでる。あ、本当ですか。ありがとうございます。恥ずかしい。それ言われたら恥ずかしい。ということで終わりました。全然痛くないし、さっきも説明あった通り、医療は痛いし、高いし、時間は、早いのかなけど、効果はあるけど、産毛にはなかなか効果がないということで、全身、本当に毛がなくなりたい人は、ハイブリッド脱毛ってのが楽だそうです。黒い毛にも、産毛にも対応するところを選んだ方がいいかなと思いました。医療は医療でいいんだけど、結局産毛に反応しなかったら産毛に対応する種類を行かなきゃいけないから、同時にね、できるっていうのは時短にもなるし、めちゃめちゃいいです。ちなみにここメイクルーム、なんかさ、メイクルームもさ、部屋みたいになってると車椅子で入りづらかったりとか、そこ行けないってとこもあると思うんだけど、手術の部屋からすぐなんで、手術がここでカウンセリング、メイクルームお部屋みたいな感じじゃないから、車椅子でも入りやすいと思いました。ということで、医療脱毛とエステ脱毛どっちがいいのとか、全身脱毛実際どうなのって気になる方もいらっしゃると思うんですけど、まあね、今回の動画を踏まえて皆さんもよかったら興味がある方は行ってみてください。ちなみにここのお店のリンクは概要欄に貼っておきます。私も通おうと思ってますので、皆さんもぜひチャンネル登録と高評価、コメントお待ちしてます。質問とかある方はぜひコメント欄にお待ちしてます。回答動画も作れたらなと思ってますので、よろしくお願いします。またねー。